FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と開示性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、メンヘラジオ本日第101回の収録となっております。101回目のプロポーズ、はい、放送日は9月9日月曜日となっておりまして、はい、はい、現時点では8月26日現時点では、うん、今収録月曜日なんだけどね、8月26日月曜日なんですけど、うんうん、ちょうどなんか台風10号が発生していて、うん、内地の方に向かって、うん、一旦沖縄の方に来るかなと思いきや鹿児島の方を通って、九州をちょっと横断して、日本列島をまた縦にね縦断していくというコースを取るようですけれども、でも専門家でも予想するのが難しいって言ってたよ、さっきだけどね。そうね、なんかおっしゃってましたね。うんうんうん、で、まあ、最近だと嬉しいニュースで言うとね、健太さんね、うん、何があった？健太さんは野球が好きでね、はい、大谷翔平さんをいつも応援していて、うん、ヤフーのトップニュースとかに大谷さんの名前が出ると、お、今日も打ったかってなってくるんですけど、うん、最近ね、うん、40盗塁40本本塁打を達成しまして、うん、それがまた、ホームランがね、サヨナラホームランで決めたというね、うん、サヨナラ満塁ホームランね、しかもグランドサヨナラ満塁ホームラン、はい、もう なんていうかな本当に野球の神様に愛されてるとしか思えないような、うん、うん、ことを、まあ、本人の努力はもちろんですけれども、漫画みたいやな、本当に漫画の主人公みたいなね活躍をしていて、メジャー初の50-50-50と呼ばれている50本塁打50盗塁も、現実味を帯びてきたというところで、本塁打っていうのはホームランってこと？ホームランです、ホームランです。うん、大谷さんにはね、もううちらはまだ、うちらのね、うん、放送回数101回にね、うん、届くぐらいね、シーズンで打ってほしいんですけれども、うん、101本塁打やってすごいけどね、期待したい。はい、では、応援していこう、そんなメンヘラジオ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。教えて夏実先生。はい、はい、こちらのコーナーでは、うん、何でも知っている夏実先生への質問やお悩み相談、うん、あるいは夏実先生に判断してほしいこと、うん、ジャッジしてほしいことですね、うん、などとにかく夏実先生にズバッと解決してほしいことをメールであったりツイキャスのコメントなどでいただいて、はい、夏実先生にビシバシとご回答いただくコーナーとなっております。はい、夏実先生、本日もよろしくお願いいたします。絶好調です。お、絶好調だということで。不絶好調です。どっち？なんか不がついてたよ今。不絶好調。あんまり絶好調ではないみたいですね絶不調でもいいはずなのにね、はい、まあ我らが夏実先生であれば何でもお答えしますし、はい、できますし、はい、はい、当然真面目な質ご質問をねいただいた際には、うん、真面目に真摯に夏実先生なりの考えや思いをちょっと語っていただきますと、うん、はい、はい、時々助手の私も答えさせていただくかもしれませんので、はい、どしどしメールや、ツイキャスで、はい、
質問くれるとありがたいです。はい、メッセージいただけると助かります。うん、ちなみにメールの方はですね、常日頃からね、うん、教えて夏美先生のコーナー宛てに募集しておりますので、うん、オープニングでも夏美さんが紹介しました、うん、メールアドレス、うん、はい、もう一度読んでいただきましょうか。はい、メンヘラ103 @gmail.com です。はい、はい、こちらに、もうね、いつでもメッセージは募集しておりますので、はい、はい、もし暇な時にでも構いませんので、うん、どしどしメッセージご応募ください。メールいただけるとありがたいかなと思っております、うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあれなのかな、はい、メールで来てたりはするのかな。メールではね、残念ながらちょっといただいてなかったんですけれども、オッケーです。私多分いただいてないんじゃないかな。ちょっと念のため確認します。うん、はい、メールではいただいてないんですけれども、うん、はい、じゃあとりあえずツイキャスで、来ていたやつをまず読み上げていきたいと思います。はい。はい、埼玉の坊さんより。はい、お薬飲む前に聞けありがとうございます。はい、沖縄大好きさん、うん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。埼玉の郷さん、うん、なっちゃん、はい、噂の不労所得の健太さん、こんばんは。埼玉です、うん、お薬飲まないけど聞くありがとう。いや、噂の不労所得って言ったらちょっと語弊出てくるから不労所得俺今現在はもらってません。ちゃんと働いて就労所得を得ています。はい、はい、武蔵さんより、はい、夏美さん、健太さん、お帰りなさい、こんばんはしょい。はい、ただいまなさい、こんばんはしょい。はい、連続ラジオ収録&生配信お疲れ様です。ありがとうございます。ねぎらいねぎらい。はい、で101回放送ということで、埼玉の郷さんより、うん、101匹ワンちゃんやさと。ああダルメシアンな。ダルメシアンですね。巻き舌になっちゃった、はい、そんな夏美さんのね洋服もちょっとてん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 。あ、そうだよ、はい、今日てんてんてんだよ。ダルメシアン、なんでてん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 なんて言ったらいいの、水玉ドットドットあ、ドットダサいね。ドットてんてんてんておじさんやさ101匹おじさんですね。はい、では埼玉の郷さんより、はい、ナーチュー先生、はい、バギーの方に髪の毛が乱れている時に声かけしづらいですよね。そんな時のナイスアンサーお願いします。バギーの方、あ、バギーの方、バギーの方って何、あ、違う、パギー、パギー、あ、違う、パギーの方に髪の毛が乱れている時に声かけしづらいですよね。パギー、パギーの方、パギー、バギーじゃなくてバギーっていうバイクの、パギーって誰、パギー、ペギーハゲハゲの方に髪の毛が乱れている時に声かけしづらいですよねって。ああ、いいヘアスタイルですね。そんな時のナイスアンサーお願いします。パギーの方に、あ、パギーの方に髪の毛が乱れている時のあれってことね、うん、そうそう、ハゲの方が髪の毛乱れてるなと思った時ハゲ散らかっとるやないかい突っ込むの突っ込む、ハゲ散らかっとるやないかいってハゲ散らかっとるやないかい、結構ダメージないですかね大丈夫かな、あるよね、きっとあるよね、うん、でも心の栄養にいつかなると思うよ。でもね、あれね、不思議なもんでね、うん、フットボールアワーのさ、うん、お二人がいらっしゃるじゃないですか、うんうん、で岩尾さん、相方の岩尾さん、後藤さんと岩尾さんがやってるけど、はいはいはい、岩尾さんが、うん、頭を下げた時に、うん、後藤さんがハゲ取るやないかって、うん、パチミカす時があるんでパチミカす流れがあって、はいはいはい、あれちょっとなんかなんていうのかな、好きよね、好きよねで、あれが出たせいで、うん、なんか俺もハゲてる人見た時に、うん、なんかハゲ取るやないかとか思ったり言っちゃうよ、思っちゃうんだ、思っちゃうね、うん、思っちゃうね、言いはしないか、そうそうそう、 帽子かぶってる人が脱いで、うん、頭ちょっとハゲてたらハゲ取るやないかって思っちゃう、うん、なんかそういう癖がついてしまったっていうね。どうするかね、じゃ バギーに乗ってる方に、は違うわ、ハゲてる方の髪の毛があれだあれだってた時には、乱れてる時にはな、乱れてる時にはちょっと今日、あ、今日82ですかっていう
じゃあ、いや髪の毛伸びましたとかって言ったらね髪の毛伸びましたうんとかって言ったら喜ぶかな喜ぶかななんちゅう先生ちょっと難しいですねなんちゅう先生ちょっと難しかったわな、ありがとうございます、続いて、はい、こちらも埼玉の郷さんよりはいなんちゅう先生はい沖縄ってなんで赤土が多いんですかあのあれだからさん土は、うん、赤土が多いんだ赤土多い赤土そうそうそう青土ってある青土見たことあるこれは健太女子に答えてもらいましょう丸投げされたよどうしよう赤土が多い理由ね、うん、沖縄はねあのワンピースでいうところのレッドラインの上に立ってるからさ、うん、レッドラインってわかるシルクロード、うん、赤い大陸って言ってね、うん、すっごい高い位置に昔あったのエアーズロックもう適当になんか言ってるねうん大丈夫考えてる考えてるあ、ほんと、うん、そうそうレッドラインの上に立ってるからもともと赤い大陸だったそうなんだそう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 へえ、うん。シルクロードってどこねあ、赤道だ赤道赤道の赤だそうかなメラメラ赤道の赤だ埼玉の郷さん赤道の赤だだそうです赤道の赤だそうです何なんだろうねあじゃあなあちゅう先生に健太さん女子からも質問しようかなあたまにはいいんじゃないですかうんうんうん、うん、あのね1万円札がね、うん新しく人が変わったじゃないですかうん誰になったか覚えてます義母睦夫うちなんちゅなんうちなんちゅなんで義母さん一なあ義母ってうちなんちゅなの名字そうじゃないやっぱ、ね、違う違う分かる分かる分かる義母睦夫って今のはギャグですよギャグあーいやあ待ってよ埼玉の坊さんから、うん、埼玉の坊さんよりだからうるま市に赤道ってあるのかあそうそうそうそれそれ赤道直下よ日本あそれで赤土が多いと赤土が多い、うん、赤土が多いから赤道ってできたのかそれとも赤道ってあれはい、沖縄大好きさんよりなちゅみ先生はいえ今週アニ様行く予定ですがえアニソンサマーフェスティバルだっけうん行くんかい台風ですってうわとりあえず何か一言じゃあ私あのお母さんが宗教をやっていましてお母さんと一緒に祝詞をあげときます祈っときますよ祝詞をあげるってよ祝詞をあげときますよアニメそうだアニメのサマーライブねいいな、うん、でもそっかめっちゃ台風とかちゃうじゃん台風とドンパチじゃんやばいなだからよはい、台風と勝ち合ったアニメのサマーライブに行く予定の沖縄大好きさんに何か、うんはい、メッセージをどうぞだからノリとあげときますって私は本当に本当にこれだけはしてもう本当にノリとあげときますあの1礼2杯3拍手ねやっとくよはい、宗教2世がノリとあげてくれるそうですはい、あ埼玉の郷さんよりあのさっきの質問が多分若干グダグダになってたあないないないっていうところで、うん、申し訳ない僕が滑ったみたいだなごめんごめ ん俺たちの腕がないだけ俺たちの腕がないだけ本当にごめんマジでよ、はい沖縄大好きさんノリトーびっくりしてるノリと、はい、埼玉の坊さんが沖縄大好きさん、励ましてますね沖縄大好きに幸あれとのことです、うん、ありがとうありがとうあ違うありがとうじゃないわありがとうでいいのか、うん、いやなんかみんな優しくて嬉しいよ夏美さん、はい沖縄大好きさんちなみに、うん、風邪気味の弟にも何か一言あの
ネギを首に先週の使い回し おばあちゃんの知恵袋やんけ。梅干しをこめかみにそれもおばあちゃんの知恵袋やん。あ、風邪気味の弟ね、あの、じゃあ、あの、あれ、全言さん全言さんじって言った。もう。ノリとあげときますよ。もうさ、あの、もう、これはもう、あの、私、ノリとあげるしかできない。ごめん、それで育ってきた2世だから。行っちゃった。行っちゃった。いや、もう、メンヘラ嬢はね、あの、タブーは、タブーが言える場所として残しておきたい。ああ、そうですね。はい、タブーが言える場所政治の話だとか、うん、ケンタさんも政治の話好きよ。好き好き。だから政治の話もぶっこうできていいんだよ。あのケンタ助手に質問ですみたいな。宗教の話も、ね、宗教の話もケンタさんはそれこそ夏美さんが宗教2世なんで、あの入籍するかと思ったら入信してたからね。そう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 、うんうん、入信してた。入籍と同時に入信したみたいなところあるから。うん、そう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 。はい、そんな2人でやっております。弟さんも、一緒に兄様参加予定なんです。ああ、そうなんだ。風邪気味。あ、でももう兄様行くんだったら風邪とか関係ない、もう風邪気味でも行っちゃえ。ああ、マスクしてな。なかなか行けないから兄様、うん。チケット取るのも大変だったでしょう。大変だっただろうね。うん、それはもうあの台風の風がさ、うわーってやってくれるよ。はい、では、ここから楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。楽曲です。ありがとう。本日紹介いたしますのはそれこそ、兄様にも出るんじゃないかな、うん、トライセイルでブレイブセイル、どうぞお聴きください。はい、沖縄大好きさん、チケット全通りゲット、全通ゲット、全通ゲットっていうのこれ、わかんない。どういうこと全通り。あ、もしかしてもう1回も2回も、じゃあじゃあワンデイズ、ツーデイズ、スリーデイズぐらいなかったっけ兄様って。なんかそんなあるんじゃない。全部取れたってこと、うん、すごいな。来てるよ。何が。はい、じゃあ ここで答えましょうか。はいはい、ケンタ先生。あ、はい、昨日 FM 宜野湾で佐喜眞さん、比嘉さん、東原さんの市長選の話聞きました。僕は佐喜眞さんが市長になると思います。うん、あ、うん、そうだね。ケンタ先生のご意見聞かせてください。埼玉の郷さんです。はい、僕もね、佐喜眞さんが宜野湾市長選固いかなとは思ってます。うんうん、ただね、東原さん、うん、東原さんね、僕あんまり存じ上げないんですけれども、うん、あの東原さんの支援者の方からね、うん、実はね、夏美さん一度応援楽曲を作ってくれないかってオファーがあったんだけどね、ちょっと夏美知らなすぎてっていうか宜野湾市にね、僕ら住んでる以上ね、はい、うん、どっちかなんか片方の候補者にちょっと肩入れすると、僕らまだ住み続けるんでね、なんかちょっとまあね、住みづらくなるかなと思ってちょっとそこ、はい、あ、もうすいませんと。東原さんの応援歌作りは、ちょうど断ったという、そういう面白い経緯がありました。実はあります。実はあります。でもね、本当市長選は多分佐喜眞さんが固いだろうなと、うん、はい、佐喜眞さんね、おそらく復職というか、わかるよ、佐喜眞敦さんでしょ。佐喜眞敦さん、FM 宜野湾でもね、うん、番組ハッピートーク持ってたのかな、まだ継続して持ってるのかな、持ってるんじゃないかな、持ってるのかな、うん、やられてますからね、うんうんうん、山内社長さんも佐喜眞さんを応援してらっしゃいますし、うん、結構皆さん評価されてるんじゃないですかね、佐喜眞さんの、うんうんうん、で、沖縄大好きさんは多分さっきのあのチケットの件を 3日間だって、うんうん、あーすごい、あー3日間か、よし、じゃあもう行くっきゃないね、うん、行ってよし台風がね、ちょっと気にはなるけど。で、埼玉の郷さんはね、はい、東原さんはちゃんと話が、あ、これ読めないよ、漢字、はい、ちゃんと話がまとまっ
って話できていない。比嘉さんは回答が同じ回答ばかり。ああ、でもそういうのあるね、政治でね。当選したら佐喜眞淳のハッピートークのオープニング曲ずっと流してほしい。それもう検討するか。メインラジオ乗っ取られるね、ハッピートークの。じゃあバック BGM でちょっと流しとこうか。BGM で流しとこうか。はいはい、トーク中のね、あのメインラトーク中の。あ、沖縄大好きさんもね、台風が問題なんすって来てるね。だからよ、会場今回どこなんだろう。埼玉スーパーアリーナ。もうさ、沖縄大好きさんさ、あのもうさ、これ夏美がさ、もうこれあれしとく、あの。ノリとあげとくんだから。ノリとあげとくし、ノリとあげとくし、てるてる坊主も作っとくから。てるてる坊主台風台風。ちょっと弱いかな、てるてる坊主。ちなみに。デルデル坊主ぐらい作ってあれなんだろう。なんて日程ってどうなってんだろう今回の兄様。ん、埼玉スーパーアリーナってよ。あ、埼玉スーパーアリーナか。ああ、埼玉スーパーアリーナ行くの。アリーナーってアリーナのみんなってやってきてよ。沖縄大好きさんじゃ行けたらね。でも今週でしょ、うん、28か29に上陸予定だから、うん、あ、どうなるんだろう、大丈夫かな。30から1日の3日間って金土日、飛行機が飛ぶかどうかだよね、本当にね。いや、もうだ、こうなったらあの飛行場で待っているのをテレビ中継されてください、沖縄大好きさん。はい、じゃあ、はい、エンディングいけますよ。はいよ。エンディングでございます。はい、エンディングです。はい、楽曲紹介中、うん、音楽が流れてる間またツイキャスの方のコメントでねおしゃべりもしてたんですけれども、うん、リスナーの沖縄大好きさんが、うん、今週か、まあ、今8月26日なんですけれども今週開催予定の兄様に参戦するということで、うん、ただ台風がっていうね。そうそうそう、台風、沖縄大好きさん今どうするか、弟とこれから話し合い、うんうん、そのための有給取ったのでって。ああ、そうなんだ。あ、でも実際あの、うん、飛行機の状況はどうなってるんだろう。でも飛行機が飛んだとしても、うん、電車が計画運休とかもあるからねえ、なんかあるって言ってたね。ちょっと大変そうだね。大変しそうだよね。前乗りしといて飛行機でももう借りちゃってるかな。いや、前乗りしてもう埼玉スーパーアリーナ周辺で、あ、でも中止の可能性も出てくるんか。そうだよね。あ、いいえな、まあ、最悪諦める方向も考えてるっすって。だよね。ちょっとこれはどういう形で、あの運営側もあのチケットとか開催日を、うん、でも埼玉スーパーアリーナぐらいの大きな箱だったらこの先のね多分日程も組まれてるだろうし、スケジュールがね。そうだよね。だから延期ってこともちょっとどうなんだろうね。難しそうだな。うん、チケットの払い戻しとかになってくるんかな。ああ、ちょっとどうするし、なんか最悪のタイミングだね。ねえ、うん、まだね行ってからさ、うん、なんていうの、行って、うん、向こうでライブ見てね、うん、帰りが台風と重なったとかだったらなんかいい思い出になる、まあね、だったりするけど、忘れられない思い出とかになったりするんだけど、うん、行く前からねもう行けないかもしれないみたいな状況だとちょっと大変だね、うん、あ、でもさ沖縄大好きさんめっちゃ前向きよ、はいはい、中止になったら神様が命を守ってくれた上に兄様の売り上げ貢献できたと考えるしかない。あるら、沖縄大好きさんそういうところ素敵ね。素敵ね、前向きでいいね。うんうんうん、まあでもね、そう思わなきゃやってられないっていう部分もあるけどね。
台風と重なる。しかも 沖縄にこっち側にももう来る予定じゃなかったじゃん、初めて台風。あ、もうちょっと上の方で、まあ、まあでわーって早く抜けてくみたいな。 もっとね、なんかスピードが速い、そう想定ではあったんだけどね、最当初はね。そうだよね、そうだよね、うん、なんか意外とゆっくりノロノロ台風というか、うん、勝ち合っちゃうかな、うん、どまあギリワンチャン。ケンタさんどうにかしてあげてって言ってるよ、埼玉の方さんが、うん、そうだね、沖縄あアニソンカラオケ行くアニソンバー行こうかも、あの五六にあるさ、なんか、うん、あるのよ。あるの？あるある、おろくに確かあった、あの上原の方かな、あ上原かっつは、なんかちっちゃいあのアニソンバーみたいなところがあってさ、もう健太さんアニソン好きだからさ、あの健太さんがさツイキャスでさ、あのライブするちょっと無理だけどね。はい、では、メンヘラ長今回、はい、お開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。これおかしい、今日バタバタしちゃったね、はい、最後ごめんね、寝ろって言ってくれてる。でも